だるまありがとうございます。ケイトもありがとうございます。ハートありがとうございます。たくさんギフト。こんばんは。今は練習をしてて、今ずっと夕方ぐらいから。ありがとう、かわいいギフト。ケイトありがとうございます。ハートありがとうございます。睡眠不足、え、大丈夫。はマフラーありがとうございます。今日は結構練習してまして、帰ってきてところで、夜ご飯はまだ食べてないです。星ありがとうございます。え、今日マジで暑かった、やばい。ありがとうケイト。で、そう、ユアニャンとやってて、ユアニャンとやってたっていうか、ユアニャンと同じ場所でいて、でユアニャンと話してて、終わって、練習が終わって、でもユアニャンと先帰ってきて、でそう、ユアニャンといました。ハートありがとうございます。髪の毛やばいよ今日。そうで、ユアニャンと明日、今日マジ暑くなかったって話してて、暑かったって話して、でも明日から寒くなるらしいよって話して、やばいねって話してた。お腹鳴ってる、めっちゃ。ありがとうマフラー、ケイトもありがとうございます。3月2日申し込んでありがとう、当たりますように。元気そうでしたよユアニャン、すごい。ハートありがとうございます。マジで暑かった、でも明日は寒くなる、やだって話した、ユアニャンと。ハートありがとうございます。今月末から来月、ええ、ごめんね、本当に、あの、頑張れます、いろんなところに出れますように。なんか髪の毛が本当に今日はボサボサです。今日湿度高くなかった？めっちゃ湿度高いからさ、本当に髪の毛やばい。いいし、髪の毛やばいし、湿度が高かったから、だから、でそれプラス踊ってて暑い中、もう冷房つけてた、暑くてやばいよね。ありがとうケイト。今日20度だったからね、過去一じゃない最近で。ハートありがとうございます、本当に。ハートありがとうございます。え、霧なんてあんの、まだ。でもあるか。ハートありがとうございます、本当に。湿度がやばくて今日は、まあ、昨日が雨だったのもあって、なんか蒸し暑くなかった今日。ケイトありがとうございます。ここ一じゃなくて、そう、過去一やばかった。このまま行ったらやばいね。名古屋は暑いらしい。あと一人で3100人だって。ぜひ3100人目のフォロワーになってみてください。ホーミーの水のないプールね。歌が下手なんですよ。ケイトありがとうございます。あ、フォローありがとうございます。3100人目。ケイトありがとうございます、星。こんばんは。ハートありがとうございます。そう、ユアニャンといろいろ話した。ハートありがとうございます。星もやっぱり面白いよ、ユアニャン。ハートありがとうございます。なんかココミンを推してる人とユアニャンを推してる人がなんか似てるみたいな話をしました。いろいろ話したけど、この話もした。ハート3つのやつもありがとうございます。ハート、そう、ユアニャンを好きで、うちも好きな人が多いっていう話をしました。
マフラーありがとう、たくさんハートもたくさんありがとうございます。かきれなはあんまり合わないかも、あのファンの人が。なんだろう、岩虹、岩にゃんが「タン推しがいないよ」って言ってちょっと悲しんでたよ。ガスチタン推しありがとうございます、ありがとう。こんばんは。まあ、応援してくれるだけで嬉しいんだけどねって話したので。確かにオーディションショールームは、え、本当に？だからなんか多いんですよね、同じで嬉しいけどね、めっちゃ。おつにじ、SK のオタクね、タン推しは少ないよね本当に。あのみんなね可愛いし。ハートありがとうございます。大人の内容でさ、本当に応援をしてくれるだけで嬉しいです。本当にタン推しじゃなくてもタン推しでも。ハートありがとうございます。こんばんは。今日の髪は本当にやばいよ。でなんかイワニャンとなんか縮毛矯正をしたら変わるよって話して、やばくない？なんかだってメイクさんにさ、髪の毛を染めたことがあるかって疑われるくらい髪の毛が傷んでるんだよ。昨日ぶりですね、こんばんは。髪の毛かな、え、それは嬉しい。ココミが増えてしまいました、嬉しい、ありがとうございます。ハートありがとう、小判もありがとうございます。ハートのケイトありがとうございます。当たりますように、3月2日12期ココミ楽しの珍しい、え、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。まあね、公演でもずっと見てくれてるので。話したココイチの話、なんか「え、待って、ココイチ行こう」みたいな、「早くココイチ行こうね」って話をした。おつにじ星ありがとうございます。ケイトもそうで、イワニャンが「縮毛矯正したら絶対変わるよ」って言って、「え、変わるかな？」って言って「変わるよ」って言って、「イワニャンも縮毛矯正してるよ」って言って「したことあるよ」みたいな話をしてて、マジすると全然違うって言ってたから、やっぱイワニャンに言われるとなんか説得がすごいじゃん。イワニャンの髪の毛サラッサラじゃん。だからなんかしたいなって思って。でも縮毛矯正したら逆に痛むとか聞かない？ありがとう、だるま、星もありがとう、虹虹ありがとうございます、星もありがとうございます。ケイトありがとう、星も。だるまありがとう。ココミン1フライドチキンカレー食べたことあるよ、あります、家で。ありがとう、バラありがとう。ケイト、だるまもカラフル、ありがとうございます。マフラーも昨日ミヒナさんに12期に推しメンするってコメントしたら怒られました。まあね、嫌は嫌だよね多分。でさ、13期生がもし入ってきたとしてって考えるとショックってなるもんね。でも応援してくれてたら嬉しいな。でも13期生のことを好きになったとしても応援はしててほしいね。言ってくれないと落ち着かん。本当に結婚してありがとうございます。アイスクリームもハートありがとうございます。え、そう、ケアをねしないといけないから。ロケットありがとうございます。そう、赤ちゃんの髪なんですよ、髪質が。だからあんまり向いてないかもね。髪の毛をすくと余計ダメらしい。ハートありがとうございます。
ロケットありがとうございます。ハートありがとうございます。ケイトありがとう。可愛いギフトもありがとうございます。めっちゃココミ推しの後輩入ってこないよ多分。ありがとうケイト。ココミ秘密は守ります。え、そうなの？トッピングすると値段上がるんだ。今日の前髪？え、でもなんか練習とかしたり湿気が高かった割に湿度が意外と崩れてなくて75とか。え、でも普通に昨日より全然いい。めっちゃ心大きいでしょ。ありがとう、青のビーンのやつ。ケイトもありがとうございます。ありがとう、サイリウム青緑。うちたちでね、制服の目が回せるように頑張ります。ありがとうケイト。今日めっちゃパッツンだね。ハートありがとうございます。ケイトもありがとうございます。ケイトありがとうございます。ワフラありがとうございます。え、今日なんかさ耳ないよね。今日は本当に、え、ほら産毛やばくない？まだあるの。産毛やばくない？まだあんの。ありがとう。え、そう、昨日はおでこ見えてた。ファイトありがとうございます。いつか公園でココミです。ハマってるね。昨日から始まってハマったね。カレハンのステーション。ココミおすすめの長野県のお蕎麦屋さん、え、なんだろう、え、なんだろう。え、なんだろう。どこも美味しいよ。ラーメンなら天宝です。ありがとう小判。二人目の推しを作ろうと思って、え、嬉しい、ありがとう。ぜひしてみてね。ね、こんな髪型したことないよ配信で。おつにじこんばんは。ハートありがとうございます。今日触覚ないくて、なんかさこっちが巻いてるように見える。おつにじハートありがとうございます。カレハのステーションの衣装めっちゃ可愛いもん。着てみたいね。でもね、あのかっこいいっていうか、なんて言うんだろう、大人って感じの雰囲気を出せるかどうかです。推しは一人しかいない。リーズナブル。あ、おぎそ、おぎそ製麺。今日前髪、今日耳出てないからえね、なんかさヤンキーっぽい。なんかさあれだよね、大人っぽくなるよね。可愛いギフトありがとうございます。ありがとうだるま。ガチハマる。ほぼ初見です。自己紹介、12期研究生 SK48、 12期研究生の中学3年生15歳の伊藤ココミです。ココミンこと。ありがとうハート。だるまもありがとうございます。青緑ね、枯葉は大人な曲だから、もしやったとして、あのかっこいい雰囲気が出せるかなっていう。コグハちゃんの、え、そう、バースデーライン一番です。もう一番に送った、しっかり一番に送った。え、負けることないかな。ありがとう花束。歌が下手なのでないね。下手すぎてちょっと。ココミンこと伊藤ココミです。ココミンこんばんは。星ありがとう。
通に金浜ステーションももうユニットはやってみたい全部。タラタラタラタンタタンタン、こんにちは。ココミンの元旦メールも早かったでしょ。ねえ、中学3年生って言えなくなっちゃうのが悲しくなる。なんか中学3年生って言ったら大人っぽいってなるかもしれないけど、高校1年生って言ったら、あ、高校1年生かって感じにならない？かきれな、え、なんかかきれなアフロなんだけど大丈夫？かきれなアフロなんだけど、ハートありがとう。かきれなアフロ君にいいじゃん。おつにじアフレナアホレナ星ありがとう。最近かきれなにあんまり会ってないから、星ありがとう。でも毎日話してるかも。星ありがとうございます。話してると思う毎日。え、ありがとう。長いこと楽しだったもんで、他の人の握手券があったの。え、緊張するね。じゃあうちも緊張する。あなたはアンズとてんちゃんとね、アンズさんにの背中を目指します。追いかけて。ココミン高校生でもめっちゃ良い。ガチタン推しありがとうございます。ありがとう。マフラー、じゃあかきれなは多分もうすぐ配信を始めるってことじゃない？今ショールームにいるってことは。名刺楽しみにしてます。お楽しみに。ハートありがとうございます。え、ケイントたくさんくれてありがとうございます。かきれなもうすぐ配信するんじゃない？もしかしたら宣伝しときな。ありがとう3つのハート。かきれな正解なり。ほら、ありがとう3つのハート。かきれなのファンがたくさん。オオカミとプライドやってみたいね。え、かきれなさん配信したの今日。ハートありがとうございます。最近職場の伊藤さんがコミになったらやばいね。それは先輩かな後輩かな。ハートありがとうございます。さすが俺の女定期です。定期この前のかきれなのソロを思えば、あ、水のないプールかな。なんか自分でも言ってたよね、かきれなの後水のないプールやばくなかったみたいな言ってたけど、全然気にならなかったけどね。え、嬉しい。12期生のショールームはニジニジちゃんしか見てない。ありがとう、嬉しい。継続でそのまま。6時半からかきれなの通知もうじゃん。今26分とかじゃない？じゃあこんばんは、おすにじ。朝5時はやばい。朝5時はやばい。え、センター候補ですか？期待しが嬉しいです。そのかけれに朝コメントして読まれた、よかった、いいじゃん。かけれのあんまりさコメント読まないから、多分それはうちと配信してるからなんだけど、同期と配信してるときは同期と話してる風景を届けてるから皆さんに。ココミン優しい。本当に後輩男子、え、いいね。昔京都いいなね。パルコ嬉しい、可愛いだって。ありがとう。急に相方だって。気づいたらいつの間に急に相方。初めて。ココミも頑張って朝やってみよう。え、やりたい。ハートありがとうねえかきれなね、なんかさよくかきれなのファンのさ人がさ、かきれなにコメント読まれない悲しいって言ってるから、配信してくるね。かわいい頑張って配信。かきれな配信楽しいらしいから、みんな見てあげて。
朝配信してみたい。みんなと違う人が来るかも。違う、そうだよ、なんか綺麗なコメントを読んでくれない、悲しい、てんてんてんってきます。ジュニーキと配信ね、やっぱりそれはあんまり読めない、ごめんだけど本当に。え、嬉しい瞳の中のセンターありがとう。この前なんかあれだったよね、推しメンは誰なのかっていう話をさしてさ、面白かったね。遊びに来てね、みんな、かけるのとこに。事前にはてんちゃんもね、顔ちっちゃくて可愛いから、ね、制服の目に照れててめっちゃ嬉しいです、本当にありがとうございます。うん、ゲーム始まった、早すぎない。かけるな、めっちゃうちのこと好きだよね。あなたのショールームを見るのが大好きです。ありがとう。センキュー。センキュー。ワンちゃん、ごめんね。かけるなちゃん、ショールームして早いよね。一瞬じゃん。ありがとう、マフラー。うん、本当に頑張ってた、制服の目の頑張ってたっていうか、この初日に出られるようにもめっちゃ頑張ったし、今も頑張ってるし、制服の目初日入ったけど、え、ありがとう、ぜひまた来れますように。え、唐揚げ作れるの？画面の鏡にパン粉、こっち行けば見える、偉いね。ココミは同期人気ある、本当にそうかな、そうかな。可愛いゲストありがとう、こんばんは、結婚してありがとうございます。ね、めっちゃ見れてるよ、すごいよ。逃走してきた男です、ありがとう来てくれて。ここみんなお願いね、もうかけれな配信には遊びに行けない、ありがとう。ね、性努力は報われるから、いつか、マジでそう。56分になったらまた報告お願いします。ハートありがとう。エロールキャベツ大好きだよ、めっちゃ食べます。ありがとうハート、ケイトもありがとうございますね。ダンス未経験なの、ほぼっていうかもうガチで未経験で入って、本当にやばかった。なんか転校する前、長野の学校でダンスの授業があって発表会があったのね。なんかチームでダンス1曲覚えて披露するみたいな、全学年の前で、でそれでまあ、踊るじゃん。でもやっぱダンスが下手だったから、その時まだめっちゃ下手なダンスを披露したので、なんか久しぶりに転校した後になんかお久しぶりですみたいな感じで学校に挨拶しに行った時に体育の先生に会ったので、なんかダンス頑張ってるみたいな言われて、頑張ってますよみたいな言って、なんかそのお披露目でダンスした、お披露目で披露したダンスをあの時踊ってれば体育評価が5だったのにみたいなの言われて、うわーって思って、バンザイヴィーナスをあそこで披露しとけばあれでした、5でした。え、すごいサーターのいいな、アバター、アバターいいよね。ここ見アバターはないので、おつにじパフォーマンスは整ってるしか書いてるからね、ありがとうございます、褒めてくれていつも。
昨日は君が夢出てきて君のダンスを、どうだった夢のうちは。ありがとうハート。努力は報われるは報われるけど、報われない時もある。そう、先生がねバンザミーナスをもしあの時踊ってたら太鼓は5になったらしい。うち今まで5を取ったことなくて、中学でこの中3の1学期までの評価があったんだけど、5を取ったことがないの。中1中2で中3で、やばくない？全教科で。ね、努力でも努力した分返ってくると思う。ここ宮畑もしあったらみんなさつけてくれる人ってどのくらいいるんだろう。ここ宮畑どんな感じなんだろうね。おつにじこんばんは。万秒姫が踊ってるのを夢を見たので、すごかった、ありがとう、よかった。夢の中がでもすごくて、すごいね、頭いいじゃん。5はつけます、嬉しい。あったか配信ありがとう。初めて見て、うちこのアバター、アバターじゃなくてギフト、ありがとう。あったか配信、にじにじのあったか配信、虹色ありがとう。かきれなアバターだ、いいね。嬉しいね。アバターがもしあったとしても誰もつけてくれなかったら悲しいじゃん。いや本当に心配性だよ、やばいぐらい心配性です。こんばんは。花に、あのママにも言われたぐらい。私はつけますよ、ありがとう。かきれなちゃんのアバターすごいね。かきもとれなじゃん。なんか自分のアバターとか想像できないかも、あったとしても。3月17日の東海市か、ありがとうございます。その日を楽しみに待ってます、ありがとうございます。こんばんは初見さん。ボサボサ状態すぎてあれだけど、魂さんも間違いなくつける、ありがとう。あったか配信ありがとう、初めて見た。あ、高校はさ、なんかさ楽しみたい欲があるよね。あのなんていうの、前の学校長野の時に決めてたの、行きたい高校を。なんだけどまさか受かるって、まさかっていうか、なんていうの、 SK に受かって転校してるっていう未来が見えてなかったから、まさかのまさか。いいね、アバター可愛くて胸がキュンとしたのでフォローしました、ありがとうございます。初見さんありがとうございます、ありがとう。ケイト、あ、わかるよ、変えるのが大変だよね。すっぴん配信できるようになったから、次またイベ頑張ればいい。そうだね、朝とか配信してみたいな。ありがとうケイト、ハートありがとうございます。すごい人生変わった、転校9月かな、9月にした。うん、あの解禁目指してた、一回も住んだことがなくて。ハートありがとうございます。たーん、ありがとうございます。おつにじ、なんか顎出てない今日。嬉しい、朝でも行けます、ありがとうございます。朝は本当やばいかも。こんばんは。
なんかこんなアバターが出物あるけど、ココミンのはね、あのイベントになんか何ポイント達成したらアバターみたいなやつだったので、あの配信をできる時間が少なくて、そんなにあのできないんですよ、ショックで。それがなんていうの、レッスンが8時までとかとするとできないじゃん、配信が家に帰ってとか。だからイベントは10時ぐらいまで配信ができるようになったらしてみたいかも。たくさん、こんばんは、初見さん。そうだよ、友達とかめっちゃびっくりしてた。友達めっちゃびっくりしてたよ、急に転校するとか言って。ありがとう3つのハート。中学で転校、なんか担任の先生がなんか思い出話を始めて、思い出話っていうかなんか、みんなもうすぐであと半年ぐらいで受験が始まって大変な時期が始まってくるけどみたいな、なんかみんなまた受験の話かよみたいな雰囲気だったの、その時クラスがまた受験の話し始めたよみたいな感じの雰囲気だったんだけど、なんかもうすぐ半年ぐらいで受験が始まって、なんか私立受ける人はもうすぐ高校が決まってくるけどみたいな話をしてた時に、急にでもみんなと一緒に卒業ができないいいくて転校をする子がいますみたいな感じであの言われた、みんなの前で。ありがとうケイト、星ありがとうございます。そう、ショック、ありがとうケイト。こんばんは、制服の目見に行って沼りました。え、ありがとうございます、嬉しい。そんな、そう、みんなええみたいな、急に伊藤小美さんがみたいな感じだった。めっちゃ面白かったよ、なんかその瞬間みんなで、うちの方めっちゃ見ていた、えみたいな。なんか本当に仲良かった女の子が一人いたんだけど、クラスでその子にも言ってなくて、え嘘みたいな、えなんでなんでみたいな、めっちゃ聞いて、なんかいろいろ都合があってみたいなこと言ってたけど、ずっと本当に早く言いたい、申し訳ないって思いながら、仲いい子だったから、その子が仲いい子だったから、言いたい言いたい申し訳ないみたいな、ずっと都合って何って感じじゃん、言われてもなんか何って感じじゃない、家の都合でとか言ってもさ、いろいろあるじゃん家の都合って。だからそう言えない時期で、まだ8月とかだった、その時夏休み明けてすぐみたいな、で3週間経ったら転校みたいな感じだった。星ありがとうございます。そう言えなくて、ハートありがとう。今でも撮ってる、なんかこのココって呼んでんだけど、そのこっちのことなんか LINE とかでこのココの写真かわいいとか送ってきてくれます。なんかブログ見たよとか送ってきてくれる、この写真のココかわいいとかこの前送ってきてくれたし、えそう自分から言ったのよ、仲いい子たちに。自分で仲いいなって思ってる子には自分から LINE したんだよ。なんかお披露目が終わってすぐに、なんか実は SKに受かって転校したみたいな言ったら、えみたいな、やばい嬉しいみたいな感じだった。まさかのって感じだよね、なんかえ友達がアイドルになったなんて信じられないみたいな感じだった、みんなの LINE が。そうココって呼んでた、その子うちのこと。そう家っていうか 100% うちの都合で転校って感じだった。そう、そのうちが転校した次の日ではない、お披露目が終わった後のざわつきがやばかったらしい、学校の。
お披露目の次の日ぐらい、もう朝からやばくないみたいな。ありがとうハート。みんなはココミンが知らなかったと思う。そう、新聞に載って、だからもうみんなざわつきって感じだったらしい。ココミンにこの前高校合格、その子は転校生だったの、その子。違う子なんだけど、なんか仲いいって人が少なくて、みんな情報知るの早いよね。52分ありがとう。みんな早いよね、いろいろ。やっぱスマホがある時代はすごいいろいろ情報が。でも今アイドルをしてみてどんな心境？なんか努力って大事だなって思った。マジ一番はマジで練習大事だなっていうのが思いました。ハートありがとう3つ。逆に名古屋の学校の子は知らないんじゃない？知ってるのかな。星ありがとうございます。ケイトもなんか急に転校してきて何みたいな感じだった。みんなどこから来たのって言って長野って言ったらって感じ。ココミいつからスマホを入手してましたか？私は中2の最初。なんかもう周りがみんなスマホ持ってて、なんか遊びに行くとかあるじゃん、学校の友達と。なんか何回かとの、それが。でも本当にスマホがうちだけ持ってなくて他はみんな持ってるみたいな感じの時ってあるじゃん。その時になんかみんな暇でスマホいじった時に自分だけスマホなくてなんかぼーっとしてるみたいなのがあって、それがめっちゃ嫌で。やっぱ若いからみんなスマホ持っててこの時代になるとうちだけ持ってないみたいな感じになって、相談したいママに。なんかうちだけスマホ持ってなくて、なんか遊びに行く時も一人だけなんか暇な時間があって、なんか他のみんなはスマホでオンラインゲームしてるのにうちだけスマホなくて悲しいとかあるじゃん、そういうの。それがあったからママに言って、なんかそれはあれだねみたいな感じだった気がする。ガラケーやばいね。昔は 3DS だったのにさ、中学生も 3DS で遊べる時代だったのに、スマホがないとなんかハブられるっていうの分かる。なんかスマホ持ってないんだみたいな。メールとかもさ、なんかこのグループ招待してあげるとか言ってもさ、あ、スマホ持ってないんだ、じゃあいいやみたいになるじゃん。それでハブられたりするのが嫌だったからママに言った気がする。いや、みんな持ってるもんね。小学校5年生とかでも持ってるもんね、みんな。 3DS だったのに。ポケベルやばいね。名刺ね、気になる。星ありがとうございます。こんばんは、おつにじ。音波ありがとうございます。ありがとう3つのハートね。今はすごいね、みんなスマホがさ、すぐ手に入るよね、小学生でもね。スマホって本当にすごい。オンラインでさ配信見れるのもすごくない？今話せるのも。ありがとう56分。正統派アイドルありがとうございます。13位はアザラシのサーモンの方、ありがとう。アザラシサーモン。12位は猫の、猫、茶色の猫の方、ありがとうございます。
11位はケロッピのありがとうございます、ケロッピの方。10位は土偶の方、ありがとうございます、ハニワみたい。9位はくろみさんのポンポンの方、ありがとうございます。8位は髪の毛1本の方、ありがとうございます。これは制服の目。7位は大神の方、ありがとうございます、かぶり物をかぶった方。6位は石塚さんのアバターの方、ありがとうございます、ありがとうございます。5位は虹虹の方、ありがとうございます。4位はシナモンの方、ありがとうございます。3位はメガネ真面目そうな方、ありがとうございます。2位は鈴をつけた猫の方、ありがとうございます。1位はまた1位が映ってない、なんだろう。はい、あんずさんののぼりを持った男の子の方、ありがとうございます。すいません、なんかさ反映されないことが多くて最近コメントも。ありがとうございます、いつもの方ありがとうございます。1位ハートありがとうございます、髪の毛1本ありがとう。来てくれた方もコメントくれた方もギフトたくさんくれた方もありがとうございます。なんか急に始めて今日もサンキューです、ありがとう。ケイト8時になったら教えてください、また。なんかコメントが反映されないことがあるの、あの1位の方関係なく誰かのコメントが反映されないとか。あ、更新ボタン右上そう、多分皆さんには見えてるんだけど、だってもうコメントをスルーしちゃったりしてることがあると思うの。さっき帰ってきました、おかえりなさい、お疲れ様、ありがとう。1位の方も皆さん来てくれた方もあと2分。透明さん、透明人間、おつ、枯れ様で、この後モバメを送ります。お疲れ様でした。おやすみ。明日は火曜日。ここ見よし。ありがとう。星ありがとうございます。たたたたた。なんか今日髪の毛がボサボサで。またね、おやすみ。ありがとう、来てくれて。また明日。会えるの楽しみに、ありがとうございます。